ということで、じゃあ事変へ進めやっていきたいと思います。ドン、呼び流れるかな。秀吉が初めて仕えた尾張の国の若き織田信長は軍事的な野望を宿し、未知への挑戦心にあふれていた。彼は果断で洞察力に優れる一方、神仏への盲信は軽蔑した。ルイス・フロイス、あー読めんかった、全然読めんかった。お、ザ第2章始まります。うん、ここ美濃から南に下ったとこにある、うん、はいはいはい、織田家の国だ。うおー、戦国時代感増してきたね。うん、最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。はい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 、はい、しかしまだ顔隠れてんな。この信長様はそう、うつけだって噂もある。なるほどね、有名な話よね、終わりの大うつけ者。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。はい、行こう秀の字。まだあれだね、あの秀吉と信長はまだ出会ってない段階なんだね、これって。あんまり日本史詳しくないですけど、秀吉も最初は信長に仕えてたんだよね、確か。あんま詳しくないですけど、まあということで2章もやっていきましょうか。お、なんか始まった。え、もう信長様見れる？おお、おー、めちゃめちゃ歩み寄き、え、信長若っ。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申しますどこ見てんの。隣は仲間の秀の、あ、秀千代。この度は秀の、あ、秀千代お許しください、誠に恐悦にございますなんかわざとらしいの。うおお、2匹出とる。やっばーって、うおお、やばいやばいやばい、もうバレてる。よく顔を見せよ。うおー、もうバレてるやん。うおー、近い近い近い、恋しちゃう恋しちゃう。初めて見る光、やばいやばいやばい、美少女恋しちゃうよ。やばー。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。おお、お、なんか動かない、感謝いたします。なんか割と割といい感じだ。あ、あれは濃姫さんですか。じゃあ、いやこの人にも何かついてそう。父の最後はいかようであった。いやあ、そっか、マムシらしゅう毒を撒き散らし、そうか、ってことはイボ兄弟イボ姉妹か。待って待って待って、そっかそっか、道山さんのこの美少女、道山さんの娘だったらあれか、野姫さんと私姉妹になるんか。はあ、なるほどね。ほう、ということで、どうもアボカドです。ということでね、前回あの八頭神、あれ八頭神八頭神言ってたけど、本当は八頭神っていうらしいんですけど、八頭神を倒してねました。で、斎藤道山さんがね、僕のこの美少女の父親だっていうことが分かって、で道山さんやられてしまったんですけど、その続きということになります。ということで、メインミッション神妖の桶狭間やっていきたいと思います。さあムービー来ました。わあ、なんか信長様って感じで、なんかちょっとちょっと妖風な。吉本の首、吉本の首、え、吉本さん倒した時ってもうこんなになんかなんなの。信長さんってちゃんと大名やった、あんま知らんねんけど、こういうのが終わってからのあれじゃないの、ちょっと西洋の鎧じゃないの、知らんけど。ちょっと日本史勉強しないといけないな。雰囲気は好きだし、なんとなくの流れは知っとんですけど。お、これじゃあ前田利家とかじゃない、一番やり。うおー、かっこいい。おおいろんなとこで聞いたことある声が出たで。やばいやばい、半分の槍の又座、かっけえ。槍の又座って年家だよ、これ。やばい、半分の狼やったな、半々の。かっこいい。うわ、これ他にもさ、いろんな大名が出てくんじゃない、今後。例えばさ、あの柴田勝家とかさ、明智光秀とかさ、
こう織田軍に仕えてた人今後出てきそうね。うおー、え、待って、私桶狭間の合戦に連れてこられたん、やばないそれ。織田について早々、うん、でかい戦が始まるとは本当に早々だよね。いい機会だな。なるほどね。おう、え、あ、あ、よ、妖怪を切るわけじゃないんだ。あ、人と戦いとなるほどね、戦じゃん、戦国無双じゃんやばいやばいやばい、戦始まっちゃったで。もうおるやん食いってみた。あー、やっぱね、美少女が気になるよね。こんな戦場にこんな可愛い美少女がいたら気になるよね。あ、美少女久々やし、ちょっと顔見せとこう。うーわ、今日も美しい。よし、行こう。はい、何ですか。この山を越えりゃ今川の本陣の近くに出られるんだが。え、こうしとんね。私が救ってて行けそうにね。あー、なるほどね。お前も死にたくねえならやめておけ。あやかしを倒して道を開くのが身振りメニュー。なんでここで、どういうこと。わかった。じゃあ俺が倒してくるべ。なんだ、どいてほしいのかそうだな、どかぬなら、どかぬなら私のこの四股踏みでどけってのか、倒してやる心配してやってんのに尻尾巻いて逃げてくんなよどいてくれる。ちょ、もう一パターンぐらいやりたい。何、お前も一緒に来いよ。お前も一緒に行こうぜ。ん、なんだ、まだ用があるのか。お、なんかこれ押したらなんかくれそうじゃない。よし、俺のバク転見て、俺のバク転。ほっ、うるせえな、ごめんや、そんな怒らんでええやん。道二つあるし。すごいね、なんか本当に雨とかこの薄暗さとかさ、桶狭間って感じですね。桶狭間の戦い、うお、危な。この桶狭間の戦いっていうのが、織田信長が一気になんかこう、なんだろう、すごい僕のアホみたいな語彙力とアホみたいな知識で言うと、あのすげえ強い、あの今川義元っていう人を織田信長が奇襲で倒したんですよ。で、信長すげえってなった。言ったら信長のね、なんだろう、デビュー戦じゃないけど、なんかめちゃめちゃ信長の名がこの戦国のように響いた一戦っていう解釈でやっております。そうでね、この美少女今歴史的瞬間に立ち会ってるね。多分そうだね、この歴史的瞬間の中で。じゃあ裏ではどんな事件が起きているのかっていうのを今からね、見ていきたいと思いますね。はい、おやえ、お猿いた。よいしょ。じゃあここで一つ妖怪技くらえ。よし、ナイス濡れ女。よし、ズドーン。いいねいいね、濡れ女いいね。動けなくさせれるんだ一瞬。これ使えるぞ、これはいいぞいいぞ。で、上に多分はしごがあるけど、あれ落とさんといけんのか、それかもう壊れてるから登れないってことなんかわかんないけど、とりあえず行ってないとこガン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 行っていきましょうか。タッタッタラッタ、洞窟探検。なんかやべえ妖怪な気がすんな僕。これフォトモードやってみようか。いいえ、これどうやって動かすんだっけ。カメラの回転、あ、これか、カメラの前後移動。おお、うーわ、微妙にこう顔が見えない角度かと思ったけど、やばい、やっべえなこれ。この人と戦わんといけんか、このおばあと。やば、顔のサイズよ、おっきない。包丁と呼ぶには長すぎるよね。やば、トイレにやってか、すごいな、こんだけ近づいてもめっちゃ綺麗だもんな、あの作り込みがすごいな。いやー、ちょっとワンチャン近づいたらめっちゃ美少女期待したけど、そんなことなかったね。ということでやりましょうか。ほい、あなたの攻撃モーションはわからないけど、そんなもの知らなくても勝てる。なぜなら私は最強だからだ。
ょっと僕語彙力やっぱもっと鍛えていかないといけないかもしれない。なんかグエって聞こえたり、左側にもいるね。濡れ女じゃんあれ。さっき、うわ待って、やられる。はいはい、いた。じゃあ次の必殺技いくぜ。野党の神。いや、ちゃおおなんか一瞬で過ぎてさ、何が起こったか全然わかんないんやけどさ、火力がエグかったっていうのだけわかったわ。なんか上から投げてきてるの。まあそれはそうね、妖怪にやられるよりはね。なんかおるね、いた。あっぶね、お前が食われてなんか大きくなったらややこしいからな。もう一体ずつちゃんと倒していこう。これだけか、もっと声聞こえた気がするんだけど、なんかゾロゾロおるよね。濡れ女の戦い方がまだいまいち分かってない。そう、前回のででも動画を見てる感じ、僕もっとガード、あーくそ、やられた。捕まれる。そう、この技打ったらね、確定でこの技打ってくんですよ、固まらした後に。やっちまったな。で、僕前回の動画を見た時にね、もっとね、多分ガードを使わんといけんなって思い始めた。いた、ガードをもっと活用してこう。ウェイ、いた、よいしょ、いける、よし。正方女面を得ました。何、お面つけれんの、女の人のお面つけれんの。多分僕の予想、オカメ納豆みたいのが出てくる。うっ、びっくりしてなーい。右からすげえ声聞こえる。おい、お、ずる、はい、おい、やばい、お前くらえ。あ、落ちてたな、ヤトノカミ落ちてた。あ、いた、いたどれ、あ、お、一応落ちて死んだ扱いな、今のヤトノカミ落ちてったな。いた、いや、ずるいってそれ。はい、なんだなんだ、ちょっと待てよ、おい、なんか嫌だなこのパート、あの天狗倒したら終わりだな。ちょっと待てよ、なんか嫌だな、あれに負けんのめっちゃ嫌だな。ボスでもなんでもないのに。はい、まず飛び降る、これガードでいいんちゃう。よし、ほんでもってよ。いや、動きはお、お前、背中を見せるとな。おい。はい。はい。はい、ついてくる？ついてこない。いった、お前。それはずるいべ！えい！これさ、構えさ、こっちの方がいいんじゃない？はい、で、あ！よし。これはガードでいい。お。あ、なんかあっぶね、外した。はい、痛い、気力疲れ、まあバカ、ここで回復飲んでいいもんか。いや、うわ、やばい、避けれんな。ちょっと待てよ、動きを、いや、動きを封じる。よし、ボンボン。でも2回しか当てれんのか、これで。はい、前に避ける。1、2、はい、わー、これは全力で離れろ。おい、ちょっと待って、はい、これは避けていい攻撃。はい、はい、よっしゃーこれ絶対今後ワンサが出てくるよね、今の絶対今後ワンサが出てくるわ。なんか宝箱あるよ、あんな変なところに。2人とも落ちたんちゃう。
なんか宝箱があるね。あれ取りたいね。いた。ええー。言ってよ。え、落としない。え、待って、どのタイミングで誰がどっから岩を転がしたの、それが知りたい。ま、まずこれが欲しい。岩転がってきたね。おお、あ、真上から。おお、わかんないな、わかんないけど多分さ、こっちじゃないよね。あ、誰や。おお、めちゃめちゃ人と戦わなあかん。戦国美少女が人と戦う。うわ、行って、何、痛い痛い痛い、こんなとこに壁があるとか知らんべ。いや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 、やばいやばいやばい、火力火力、やばいやばいやばい。うわー、ごめん、殴っちゃいけんもん殴ったな絶対。いけー、ヤトの神倒せんことはなさそうよ。いた、おお、死んじゃう死んじゃう。まずまず一人ずつやな。お、いた、よっしゃ、頑張れ頑張れ頑張れ、すねこすり、はい、危ない、はい、ごめんな塗り壁、マジで悪気はなかったんやで、こんなとこに壁があると思わんかった。うわ、これ温泉あるやん。温泉はあるけど、いや、社はない。え、どうしよう、区切り的にどう、盛り上がりにかけるか。いや、盛り上がりにかけるのであれば美少女のね、入浴シーンで今日は終わりましょうか。よし、 こっち向きで入るとな、映っちゃうからな、こうでいっか。これさ、ハハハハ、ちょっと待って、やばいじゃん、やばいじゃん、ちょっと、あー、美少女の入浴シーン映せんじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、こだわりたい、ちょっと待って。いや、プレイヤー表情オフじゃない、NPC 表示オフで、この人らも消えるね。この2つ消したいね。敵は、まあ、おらんけど。よっしゃ、完璧。ということで、二大津、本日もやってまいりました。戦国美少女、桶狭間の戦いに、参戦いたしております。まあね、こっからまたいろんな敵も増えていくだろうし、これが終わる頃にはまたね、新しいキャラクターも出て、いろんなドラマも深まると思いますので、ちょっと楽しみですね、このステージ。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。次回もまたご覧くださるという方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。